ゲッターズ飯田の幸せ満開億万回。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万です、まずはゲッターズ飯田の占いを1年以上継続されている会員の方から届いた普通歌をご紹介したいと思います。南さん、はい、女性30代前半、ゲッターズ飯田さん、億万さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私は今年が解放の年なのですが、この日から流れが変わると書かれていたその日にずっと目指していた昇進が決まりました。おめでとうございます。すごい、よかったですね。びっくりしています。占いを信じて頑張ってきてよかったです。ありがとうございます。そして質問なのですが、はい、占いの結果かっこ良くも悪くもが、はい、数日または1ヶ月前倒しで来ることはあるのでしょうか。教えてもらえると嬉しいです。占いの結果が前倒し、はい、何前倒しどういうことなんですかね。乱気の日が思ったより早めに来るってこと。ああ、ある。あるんですか。あるあるある。これ、はい、説明して分かる。占いを勉強し始めて占いの運気の波が理解できてくると、うんうん、例えば来月運気いいんだなって思い込んでるから、来月いい来月いいと思うから、その前月の中旬ぐらいからちょっといいことに気づき始める。その逆に乱気とか運気が、あ、来月再来月悪いんだなと思う。あ、これかやっぱり、うん、で前倒しになるっていうより気づき始めます。前兆とか予兆っていうものがちょっとずつ波があるの、気がつく人がいるから、それはあると思います、うん、ただそれで決め事なんかいろんな波が全部が変わるわけじゃないので、うん、まあ1ヶ月ぐらいずれて感じることはあるのは分かると思います、うん、だから心構えできるようになるから。あ、そうか、心構えができるのか。例えば時計座、まあ、今金銀いるでしょ。金の人が来年再来年で言うと乱気入りますみたいなこと書かれてるんで、悪くなるんじゃないかと思うと、うん、身内の方が亡くなったりとか病気とかになるのよ。そうすると心構えできるじゃん、はいはい、あ、きっとうちのおばあちゃん亡くなるんだとか、うん、あってなって乱気の時に入ると、あ、やっぱりなってなるとダメージは少なくなるから、それを教えてくれてるラッキーだと思うと、うんうん、実はその前倒されてるというよりも、まあそういうことあるよっていうのがあると思います。なるほど、うん、じゃああるってことなんですね。あるということです。ちなみにどうでしょうか。いい質問ですね。結構これもう上級編の質問よ。お、池上さん出ましたね。池上さんいい質問ですね。出ましたね。いい質問ですどうでしょうか南さん。占いまして、はい、まあ、金の、インディアンで基本マイペースなタイプなのと、妄想空想好きなのはいいんですが、この方哲学者みたいなタイプなので、うん、物事深く物事考えたいとか、はい、探求心あるタイプなんですが、几帳面な割にはやや行動が雑なので、うん、おっちょこちょいなところが出やすいところと、言ったこと忘れやすいところ、恋かな、恋愛がちょっと問題というか変わった男にはまりやすいところがあるので、うんうん、そこだけ気をつけておけば2022の末3、4、5、6と楽しく過ごせると思いますので、来年、多分仕事がうまくいってる割には急に楽しくなくなっちゃうので、秋っぽいが出ますので、飽きないようにしてください。はい、はい、ありがとうございます、このように長期会員の皆さん、ご自身の占ってほしいことではなく、占いにまつわる質問や番組の感想などを送ってきていただければと思います、はい、さあ、それではいつもの鑑定参ります。福島県は30代後半女性、はい、鮭さん、はい、ありがとうございます。美味しいよね、結婚何なの。いや、鮭より、はい、やっぱのどぐろとかのうまいでも鮭うまくないですか。鮭うまい、結局のところ最強漬けみたいな。うん、鮭うまいよね。そうですよね。うん、でも魚一番好き鮭。ああ、一番じゃない。でも一番難しいよね。焼き魚だったら結構鮭。あ、本当？そう、まあ、次ホッケが。ホッケ、あ、ホッケうまいね。うん、もうつまみだもん。うん、じゃすいません、ちょっと途中になっちゃって。堂々に話してすいません。鮭さん、結婚7年目の主婦です。はい。子供も2人いて7歳と0歳、幸せに過ごしています。私たち夫婦は結婚する前はセフレで、妊娠して結婚に至りました。妊娠するまでは2人でデートなどは一度もなく、会うときはホテルに直行というスタイル。こんな関係ダメだと思いながらも、彼のことが大好きすぎてズルズルしてしまいました。かっこ顔がタイプ。ああ、もうよりダメだ家族も仲がいいし楽しく毎日送っていますが、自分のような人は稀なのかとも思います。飯田さんがこれまでに占ってきた中で、私たちみたいにセフレから結婚に至った人たちはいらっしゃいますか。いますいますいますよすごい、これもう何の悩みでも何でもなく、ただの質問だったそんなんめちゃくちゃいるよ何だったらあれよ、そのセフレにしてるつもりで、うん、これ俺じゃないよ、あの、はい、会った人で、はい、全然
可愛くもないしなちょっと不細工なやつもうセフレなんでっつって呼んだらその全然できるんでみたいなことをやってたらある時ちょっとなんだ全然可愛くないのになんか好きになっちゃったんですよみたいな。いい話いい話、なんか何それ可愛くてみたいな、はい、あとその別の人はそのセフレだと思ってして、うん、することしてて、うん、ある時その彼女がそのセフレでいや嫌だみたいな、うん、まあねそりゃそうですよそんな嫌だっつって、うん、だったら別れたいって時に別れたいってそもそもつけてくれないしみたいな、うん、確かにその喧嘩した時にそれをしたせいでなんか自分がすごいひどいことしてるけど失ういなくなっちゃうんだったらじゃあ付き合おうつって付き合って結婚して幸せな人もいますよ。でもこれ稀ですよね基本は。今ちょっと 2つケースありましたけど、まあ2例ね。そうですよね。だってその飯田さんたった2例ね。そうでしょ。だって飯田さん何万人と占って2例でしょ。なんかすげえあんのかな希望あるなとか思って6万5打数の2だからまあほぼそうですよね。宝くじ並みだからそうですよね。他にはいると思うけどね。うん、まあでもなんか男性でさ遊びまくってた人も、まあ、先輩とかでいるけどさ、うん、もうこんな遊んでて落ち着くわけないじゃんと思った人がなんか結婚したらもう全く遊ばなくなってるけどね。あそうなんすか。言ってた。だってもう誰だいても一緒だよみたいな変わらないって言ってた。誰だ誰しても一緒だよ結局、まあでもね幸せに過ごしてるんですもんね、うん、お二人お子さんいて。そう思ったら別にいいんじゃないですかと思うんですけど。ではでは、二人を占い相性で言うと悪くはないので、うん、いいんですがこれあれよ、はい、彼旦那さんでしょ。旦那さんの方が、はい、そのエッチに関して、うん、そんな好きじゃないよ。エロかったのこの鮭さん。鮭がめちゃくちゃスケベだ。鮭がめちゃくちゃスケベ。このあーデート行くならそのまま直行スタイルって言ってたけど鮭がスケベ鮭が望んでたから鮭が望んだ鮭がいくら産むためにすごいな鮭よ。鮭だったんですか、うん、旦那さん別に旦那さんはまあエロ星、まあ、男とある程度あるけれども、はいはいはい、あの相手に合わせるって言ってたのよ。だから君がそうならそう君がそうだからその空気出してるからするってなってるから違う自分がスケベなのをこの鮭の旦那のせいにしてたから鮭の旦那旦那さんのせいに鮭団のせいにしてるんですね。してたことが原因なんと、うん、だって旦那さんってそんなすぐ終わっちゃうタイプだしテクニックそんなないしそんな言わないでくださいテクニックそんなないしすぐ終わっちゃった、うん、人が苦手だからねセフレというより交流とか苦手なタイプだったのでそこまでじゃあそこも気にしなくていいと思いますよ、うん、相性も似てるし、束縛支配がいや苦手なんでいい距離感を2人とも取るのでいいじゃない、うん、言葉が2人とも悪くなんで、はい、言葉だけ気をつけて、仲良くしてください。はい、すごいですね。セフレからセフレから、うん、セフレって言葉が悪いよね、うん、だってどっちみち恋愛で付き合ってさ別れたらさ、まあ、セフレみたいなもんだからさ、まあそうですね、って言い切れるかどうかだけだよね、うんうんうん、恋って何よって難しいよね、うん、すごいですね。初めてのケースでしたね。別に占ってもうん感想だもんいますかみたいな質問その観測例ありますかみたいなあるけどっていうだけの話だもんねだから占ってほしいとは一言も書いてないですよ別に、うん、なんか俺の観測例がない質問、うん、いつか出てくるかな、うん、変なマニアックな仕事じゃない限りの恋愛のエピソードは多分俺も全部あると思う。いやそうですよね。もうデータはね、うん、全部ね7万人のデータが入ってるわけです。聞いたことないエピソードなんかないんじゃない、ね、だから驚かないもんね、うん、確かに。次行きましょう。何の話でしたっけ長野県は20代後半女性ゆかさん、はい、ありがとうございます。しばらく恋愛から遠ざかっていて恋愛がしたいと思いマッチングアプリを始めました。良い出会いはあるものの空回りをしたり自分を見失ってしまったり連絡が来なくなったり天秤にかけられたりと私に問題があるのは分かるのですがそろそろ本当に辛くなってきました。私にこれからいい出会いはあるのでしょうか。大好きな人と結婚も出産もしたいです。あでもマッチングアプリをやり始めましたって、はい、この状態が続いてる方多いんですけど、はい、じゃあやめた方がいいよね。そういうやつしかいないからその畑にはその野菜しか育たないんだったらそういう目的の畑を変えるしかないので、うん、かといって出会いがありませんって言ってることに問題があるので、で占ってみるとまあもともと気がちっちゃいところ、はい、陽気で明るいんですがちょっと多分丸顔かぽちゃっとしやすいところがあるので、うん、まあ別にそこは構わないんですけども、変なとこそこをマイナスに考えるより友達を作ってみようって方を優先した方がいいです、うんうんうん、これ多分中から言ってると思いますけど、あのマッチングアプリから恋を進めてうまくいってる人って確かにいるんですけど、はい、それより過去これまで